それでは私の、今日のハッピーポイントをお話しさせていただきます。今日は2つ嬉しいことがありました。まず1つ目は消し組さんでは7月になって今日初めてお休みさんがなしの日となりました。やはり子どもたち全員のお顔を見られるというのは本当に嬉しいことでした。でもう1つは今日お部屋に飾る制作ものを作ったんですけど、今子どもたちお部屋の中で歌ってる歌でトンボのメガネがすごい子どもたち盛り上がるんですね。なのでトンボを作ろうと思いまして、昨日子どもたちにもしみんながトンボだったらどんなところを飛んでいきたいかちょっと考えてきてということで話をして、今日早速制作をしてみました。体はストローにしたんですけど、そのストローの体に羽とあと目をつけたんですけど、目はちょっと大きめにして、そこにみんなが行きたいところ、行って映るものを描いてねということで絵を描いてもらいました。すごい楽しい作品ができたので、みんなができた後みんな前に並んでお友達に見てもらいました。で一人一人にどこに飛んでったトンボなのって聞いたらば、アイス屋さんとかかき氷屋さんとか海とかって、あ暑いからそうだよね、そういうとこ行きたいよねってお話したりとか、女の子はお花畑とかお花屋さんとか、あとはお友達のお家とかって言って、男の子は動物園とか、あとはペットショップっていう子もいて、なんかすごい子どもたちお友達の真似をするんじゃなくて、それぞれに考えてきて、そういうトンボの制作を楽しんで取り組むことができました。本当に今日一日楽しい一日を過ごすことができました。これが今日の私のハッピーポイントです。ありがとうございました。